こう学ぶ里氏は、中華人民共和国の軍人、政治家。河南省省城兼生まれ。階級は中国人民解放軍上昇。農民家庭に生まれる。1929年5月、中国共産党に入党し、公軍に参加した。調整後の1936年から、公軍大学で学び、高大師隊長、副大隊長、第四団団長。 第五文庫副校長を務める。1941年10月新四、軍士大岡軍区司令員。1942年には、新四軍第三市参謀長に任命。1945年9月、同副市長県参謀長となり、東北地方へ進軍、両政軍区副司令員、国立公軍区司令員、東北野戦軍第六重隊司令員を歴任。 1948年11月には、第4野戦軍第43軍司令員として、大辣戦役に参戦。1949年5月には、第15兵団第1副司令員兼参謀長に、任じられ、部隊を率いて南下し、甲州市の解放に貢献した。甲州の解放後、関東軍区副司令員兼参謀長、解剖司令員となり、 海南島と万山諸島の解放を指揮する。1955年国慶節式典において、左から河間なぶさとし、小花、族、広し、陳1950年7月、東北変貌軍第13兵団副司令員となり、同年10月には中国人民志願軍、副司令員として、朝鮮戦争に参戦。 1951年6月には、志願軍広報勤務司令部司令員を兼任した。帰国後の1954年には、人民解放軍総広報勤務部副部長、1957年に総広報勤務部部長となったが、1959年、報徳会失脚の影響を受けて地方に左遷され、1960年から、吉林省農業機会長町長,長、 重工業庁長長を務める。文化大革命では迫害され、1970年には農場に加工されて、労働改造を受けた。1972年に加工は解除、1974年吉林省、石油加工局局長となる。1977年、中共中央軍事委員会委員、国務院国防工業弁公室主任として中央に復帰した。 1980年には総工勤務部長に再任され、1982年には中共中軍委副秘書長。1990年3月から1998年3月まで中国人民政治協商会議全国委員会副主席を務めた。中共第8期中央委員会委員候補、第11期、第12期中央委員、第12期中央顧問委員会委員、 1> 第1期、第5期、第7期全国人民代表大会代表。第5期前人大常務委員会委員。1955年、上昇の階級を授与されたが、人民解放軍の階級制度はその後一旦、廃止された。しかし、1988年に制度が復活し、高学部里氏は1955年に上昇となった、ものの中ではただ一人。 再び上昇を授与された。そのため、上昇の階級賞の賛成を合わせて、6世上昇と呼ばれる。朝鮮民主主義人民共和国一級自由独立勲章、同一級国旗勲章、中華人民共和国一級81勲章、同一級独立自由勲章、同一級解放勲章。2006年11月、北京にて死去。コニー、コートララ。 著作として、講美延長戦争開憶など、ありがとうございます。